テメキュラはアメリカ合衆国カリフォルニア州南部、リバーサイド軍南西部の都市である。2010年国勢調査での人口は10万97人であり、2000年からは73.4%も増加した。1989年12月11日に市政が敷かれた。テメキュラの北西にはマリエータ市南はペチャンガインディアン居留地に接しており、 その他の市境は、リバーサイド群の未編入領域である。市内を南北に、週刊高速道路15号線と、道215号線が走り、東西と北東方向に、カリフォルニア州道79号線が走っている。隣接する、マリエータ市とともにインランドエンパイア地域の南西端になっている。サンディエゴ市とロサンゼルス市及び、オレンジ群からほぼ遠距離にある。 また近くにアメリカ海兵隊のキャンプ・ペンドルトン、同じくミラマー航空基地、アメリカ空軍のマーチ空軍予備役基地及びアメリカ海軍のサンディゴ基地があるので、市内には軍人の家庭が多い。テメキュラとなった地域にはテメキュラ属インディアンが数百年にわたって住んでおり、その後にスペインの戦況次第が初めて接触してサンルイスレーデ・フランシア伝道所にちなみ、 彼ら民族をルイセーニョと呼んだ。ルイセーニョ族インディアンのペチャンガバンドは彼らの先祖がテメキュラの地域に1万年以上にわたって住んでいたと信じている。ペチャンガの神話では地球上での生命はテメキュラバレーで始まったとされている。彼らはここをイクスバテメークすなわち空の父と地の母が結合した場所と呼んでいる。テメキュラ族インディアンはテメエ君がすなわち 太陽の場所に住んだ。テメキュラという名前の解釈として別に広まっているのは、霧を通して輝く太陽、あるいは霧を太陽が突き破る場所というものである。テメキュラ氏のウェブサイトによれば、テメキュラは当初のインディアンの名前を保持していることでは、カリフォルニア州で唯一の都市とされている。最初に文書に残された、スペイン人の訪問は1797年10月に、 フランシスコ・カイ・パードレ、フアン・ノベルトで、サンティアゴ牧師とペドロ・リサルデ船長が来た時だった。サンティアゴ神父が日記をつけており、テメキュラ、インディアンの集落を見たことを記していた。この度には、エルシノーレコ地域やテメキュラバレーも含まれていた。1798年、スペインの宣教次第が、サンルイス・レーデ・フランシア伝道賞を設立し、その地域に住んでいたインディアンを、 三類聖女を略して類ニ女と呼んだ。1820年代にサンアントニオ・デパラデン所が建設された。1844年にメキシコによる土地特許によってテメキュラの地域はフェリックス・バルデスに特許されたランチョ・テメキュラとその東にヴィンセンテ・モラガに特許されたランチョ・パウバとなった。 テメキュラの集落を含む渓谷の南端で、肥沃で水の瓶も良かった土地のランチョリトルテメキュラは、1845年には、以前の電動で回収し土地特許を与えられることになっていた、累生女族の数少ないものの一人、パブロアピスに与えられた。四つ目の土地特許ランチョサンタローザは、テメキュラの西の丘陵部にあり、1846年に、フアンモレノに与えられた。 それに続く時代に起こった米牧戦争では、瑞星女族とカフィラ族が土地での戦闘に巻き込まれた。1847年1月、パウマ虐殺と呼ばれる事件が起こり、瑞星女族が彼らの馬数頭を盗んでいたメキシコ兵11人を捕まえた。カリフォルニーオがロサンゼルスの将軍に率いられ、軍事的報復行動を起こした。メキシコ兵と カフィラ族インディアンの連合軍が33人内市100人の累性女族を殺した。この事件はテメキュラ虐殺と呼ばれるようになった。米国戦争が終わるとアメリカ人開拓者がこの地域にも入ってくるようになり、インディアンとの摩擦が増加した。1852年にテメキュラのマギーの店で和平条約が調印されたが、アメリカ合衆国議会によって批准されることはなかった。 さらにルセー星ョ族はメキシコの法律で認められ、耕し定着してきた伝道者の土地に泊まることができると考えられていたので、近年に出された土地特許に異議申し立てを行った。彼らはランチョリトルテメキュラに対するパブロアピスの領有主張に異議申し立てを行い、土地委員会に持ち込んだ。1853年11月15日、委員会は、 累生女族の主張を退けた。けた。1856年に彼らが控訴すると裁判所はパブロ・アピスの相続人に有利な裁定を下した。テメキュラ集落の累生女族は1872年までテメキュラクリークの南岸に泊まっていたが、その後アピスの特許土地はルイスウルフが取得した。累生女族は1875年に強制退去させられた。 1857年に、ワーナー牧場からコルトンに向かう経路で、駅馬車の運行が始まり、これがテメキュラバレーを通った。それから1年のうちに、バターフィールド・オーバーランドメール社が、ミズーリ州セントルイスからサンフランシスコまでの郵便馬車運行をはじめ、テメキュラのマギーの店で停車した。1859年4月22日、南カリフォルニアで、 最初の内陸部郵便局がテメキュラのマギーの店に設立された。これはサンフランシスコにできた郵便局に続いて州内では2番目のものだった。テメキュラ郵便局はそれに続く時代に移転された。その現在の場所は7番目と8番目の場所になっている。南北戦争によってバターフィールド・オーバーランドの駅馬車が止められ地域の輸送の問題が起こった。 1862年、テメキュラの商人で郵便局長だったルイス・ウルフが、根結で、半分の血はインディアンだった、ラモナ・プレイスと結婚した。作家のヘレン・ハント・ジャクソンは1882年に、また1883年に、再度ルイスとラモナのウルフ夫妻と時を過ごした。ウルフの店が、ジャクソンの1884年に書いた小説、ラモナの中で、架空の ハートセルの店にヒントを与えた。1882年、アメリカ合衆国は、テメキュラ中心街から8マイルほどの地に、広さ約4000エーカーのペチャンガインディアン居留地を設定した。1882年にはまた、アッチソン・トピカンド、サンタフェ鉄道の子会社カリフォルニア・サザン鉄道が、ナショナルシティからテメキュラまでの部分の建設を完了させた。 1883年、この線はサンバーナーディの島で延伸された。1880年代後半、一連の洪水が線路を流し、渓谷を通っていた線路の部分は最終的に放棄された。古いテメキュラ駅はナヤとして使われ、その後解体された。1890年代加工岩の石切り場が創業を始め、テメキュラの加工岩はフェンスやつなぎ柱。 園石裁判所の階段を及び建物のブロックに形作られた。20世紀への変わり目には、穀物と牛の出荷場としてテメキュラは重要な地位を獲得した。1904年、ノバスコシアから両親と共に移住してきた、ウォルター・エルベールがカリフォルニアに入って、様々な共同経営者と共に、南カリフォルニアの土地を購入し始めた。 ベールは1905年にテメキュラバレーの土地買収を、はじめ、ランチョテメキュラと、ランチョパウバの3万8000エーカーとランチョリトルテメキュラの北半分を購入した。ベールは1906年に、ロサンゼルスの市電に引かれて死に、その息子マーロン・ベールが資産を継いだ。1914年、マーロン・ベールと土地の牧場主が金を出して、フロント通りに第一テメキュラ国定銀行が営業を、 開始した。1915年、テメキュラの町を通る初めて舗装された2車線の訓道が建設された。1947年には、ベール牧場は広さ87,500エーカー以上になっていた。1948年、ベール家は、テメキュラクリークの水を貯めるダムを建設し、ベール湖を作った。1960年代半ばまでテメキュラバレーの経済は、 ベール牧場を中心に回っていた。牛に関する事業と農業が大半の事業家にとって励みになっていた。1964年、ベール牧場はカイザー土地開発会社に売却された。その後に買収された土地と合わせて面積は97,500エーカーとなり、この地域はランチョカリフォルニアと呼ばれるようになった。 1980年代初期に、ロサンゼルス軍とサンディエゴ市の間の、週刊高速道路15号線が開通し、小区分にされた土地ブームが始まった。1989年12月、ランチョカリフォルニアが自治体化されるとき、市民は公式に、デメキュラという氏名を選んだ。レーガン演説、編集1983年3月、ロナルド・レーガン大統領が、 アメリカオリンピック委員会に対する演説でテメキュラの地域社会とそのやればできるボランティア精神を称賛した。ここカリフォルニーには似たような多くの話がある。むしろ小さな町であるテメキュラの皆さんのように。彼らは共に集って自分たちでスポーツ公園を建設し、バーベキューと食事の資金集めをした。金を持たない者は時間とエネルギーを提供した。 今この地域社会の若者は、リトルリーグなどのスポーツのための野球場を持っている、まさに伝統的なアメリカ人精神を発揮したた物である。この演説を行った時、テメキュラは死になる6年前のことであり、地域の指導者や金、労力及び装置を提供したボランティアによって、多くのプロジェクトが完成していた。レーガンは、 近くの調整地近くに771エーカーの土地も持っており、牧場建設を考えていた。彼は1968年にそこを購入し、11年後に手放した。この演説から22周年に当たる2005年、ランチョカリフォルニアスポーツ公園は、レーガン公園と名付けられた。市は、この第40代大統領に記念碑を作り、公園に彫像を置くことに決めた。 この記念碑は若い家族を表し、公園建設に協力したボランティアを表すことになる。これらの彫像は等身大であり、レーガン像は等身大より大きなもので少し離れておかれる。レーガンはその家族を見て微笑んでいる。彼は片手にカウボーイハットを持ち、もう一方はシャベルに寄りかかっている。1990年代はテメキュラバレーが急速に成長した。 サンディエゴ市やオレンジ郡から購入可能な住宅価格と人気のあるワインカントリーに引き付けられた多くの家族がこの地域に転入した。1999年、ザ・プロムナードモールがオープンした。2005年、テメキュラ市はランドホークと呼ばれる隣接する計画地域を併合した。この併合により人口は9万人に達した。急速な人口増加と、 住宅建設の時期が続いた後、2007年のサブプライム住宅ローン危機が起こり、その結果として起こった全国的な住宅市場の崩壊のために、テメキュラとマリエータの地域でも、家屋の担保権執行件数が急上昇した。テメキュラは、北緯33度30分12秒、整形117度7分25秒。 北緯33.50333 33度整形117.12361度、33.50333-117.12361に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は26.3平方マイルであり、この内陸地は26.3平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.11%である。 デメキュラ氏は地中海性気候にある。年間で8月が通常最も暑い月であり、12月が最も寒い月である。降雨は11月から3月に多く、2月が最も多い月である。冬の嵐がほどほどの降雨をもたらすの通常であるが、特にエルニーニョ、南方振動の起こっている年には強い冬の嵐が吹くことがある。 最も雨の少ない月は6月である。年間降水量は平均13.25インチである。5月から7月は朝の海洋境界層が出ることが多い。7月から9月には暑く乾燥した気候となり、時として北アメリカモンスーンが吹いて湿度を上げ、短時間の雷雨をもたらす。この嵐の大半は短時間で終わり、降雨があったとしても少量である。 晩秋から冬にかけて乾燥した北東からの強いサンターナ風が吹く。降雪は稀であるが、近年はいくらかの降雪があった。2005年2月19日には、テメキュラの地区に藤田スケール海一の竜巻が起こった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テメキュラの包括的年間財務報告書2008年版によれば、 市内の大きな雇用種トップ35は以下の通りである。テメキュラバレー統一教育学区がテメキュラ、マリエータ及びウィンチェスターの学校を管轄している。その境界は北がフレンチバレーのバクスター道路、南はリバーサイド郡とサンディエゴ郡の郡境、東はベール湖、西はテメキュラ市境となっている。この学区は広さ約148平方マイル。 児童生徒数は約2万5千人となっている。私立学校はヒルクレストアカデミーなど発行ある。このほかサンディエゴ軍を地盤とするチャータースクール、ジュリアンチャータースクールがある。カリフォルニア州議会では上院の第36及び会員の第64、第66選挙区に属している。連邦議会会員では カリフォルニア州第49選挙区に属し、クック投票動向指数では、共和党プラス10となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。テメキュラバレー地域の保安は、リバーサイド軍保安部が、テメキュラ市の北市、境すぐ外、修道79号線の東、フレンチバレーの未編入庁にある、地域駐在所を通じて管理している。この保安部は、 セドコヒルズの町と新しく編入されたワイルドマーシも管轄しており、駐在所はリバーサイド軍最高裁判所の南西部地区裁判所と南西部拘置所に隣接している。この拘置所は軍内に4カ所ある地域刑務所の一つである。テメキュラ市は消防と救急活動についてはリバーサイド軍消防部とカリフォルニア州森林防火部との共同協定を 通じて契約している。市内には消防署が4つあり、5つ目を建設中である。10個の救急隊と1個のトラック隊が活動している。2007年の犯罪統計は以下の通りである。人口93,665人、テメキュラバレーバルーンとワインの祭りテメキュラバレーのブドウ畑ランチョ、カリフォルニア開発会社が結成され、リチャードブレイクと レオン・ボレルが5カ所に56種のアイニオブドウを植えてから40年以上が経過し、テメキュラ・バレーは十分に成熟したワイン産地として認められるようになってきた。2ダース以上のワイン醸造所と面積3500エーカー以上のブドウ畑がある。このワインカントリーは歴史あるテメキュラ・オールドタウンの東にあり、多くの市飲所が備えられている。 毎年開催されるテメキュラバレーバルーンとワインの祭りは好きな子で行われている。市内にはペチャンガズジャーニー、レッドホーク、テメキュラクリークイン、テメクヒルズ、クロスクリーク、パラメサ、スコーガメンバーズコースなど9カ所のゴルフコースがある。テメキュラ市はカリフォルニアインラインホッケーリーグの設立を提案した。このリーグはカリフォルニア州に地盤を置く草のね。 形マイナーリーグだったが、後にネバダ州の2チームが参加した。リーグは1995年の第一シーズンに参加するクラブとしてテメキュラ氏を承認した。このクラブはテメキュラデザートラッツと名付けられ、サンフランシスコシールズなど8チームが参加した。テメキュラはこのクラブのための適当なリンクがないために活動を中止し、1996年のシーズンは、 アリゾナ州フェニックスに移籍し、フェニックスデザートラッツと呼ばれるようになった。フリースタイルモトクロスのグループである、オールドタウンは1890年代の歴史的、建築物、アンティーク店、ホテル、高級食品専門店、ブティーク、ギフトと趣味の店、及び、古物商が集まっているところである。ここでは、自動車商、西部の日々と夏の娯楽などの行事が開催される。 オールドタウンにはテメキュラ博物館があり、土地のインディアンや自然史と死の発展に関する展示がある。ペチャンガリゾートカジノ2001年、類生女族インディアンのペチャンガバンドが2億6200万ドルをかけてペチャンガリゾートカジノを建設した。類生女族文化を微妙に強調する建築デザインと共に、 床面積85,000平方フィートのカジノ、1200席のビンゴホール、床面積515,000平方フィート、13階建て、522室のホテル、及び床面積38,800平方フィートの会議場、1200席のショールーム、200席のキャバレー、及び7軒のレストランがある。この新しいカジノには2,000台のスロットマシン、 60台のカードテーブルおよび15台のポーカーテーブルがある。2004年に新しいゲーム地域が完成した。広さは40万平方フィートあり、新しいナイトクラブのシルクとラウンドバーが入っている。シルクは1600人収容で、クラブの中に5つのバーがある。ラウンドバーはカリフォルニア州で最大のガラス構造物になっている。新しいカジノには、 新しいスポーツバーとレストランのケルシーズ、及びフェスティバル・オブ・フーズに5つの新しい食事場所がある。ペチャンガリゾートカジノは約7500人を雇用し、テメキュラバレー最大の雇用種であるテメキュラは、オランダのライ・コール・フォアブルグと日本の鳥取県大船長と国際関係を維持している。マルガリータ中学校は中山中学校と姉妹校である。 マルガリータ中学校は1年おきの春休みに大船長に生徒を送り、大船長は毎年夏に生徒をテメキュラに送っている。この姉妹都市は13周年を祝った。テメキュラバレー、グレートオーク及びチャパラルの3高校はオランダと交換留学を行っている。オランダの生徒が10月にテメキュラを訪れ、テメキュラの生徒は春休みにオランダに行っている。テメキュラ市は 大船長との姉妹都市10周年を祝って、テメキュラのアヒル池に日本庭園を作った。テメキュラのアヒル池には雨に歌えばと題する彫刻がある。これは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の後でアメリカ人の精神を立ち直らせることを祈って、ライイコールフォアブルグから送られたものである。この作品は強い向かい風に逆らって、 勇敢に自転車をこぐ母親と子供たちを表している。残酷さとテロによって砕かれてしまうことを拒む者たちの力と勇気に対する永続する惨事として表現されている。ありがとうございます。